手をね、ウーマナイザーにできるからね。次の質問。はい。初恋はいつですか？初恋は大学生の時ですね。あ、結構遅咲きなんだ。遅咲きでした。うんうんうん、大学生の時に、うん、サークルで知り合った先輩、うん、1個上の先輩が、うん、めっちゃ好きで、うん、それが初恋でした。甘酸っぱいな。それはその先輩との恋が成就した？はい、最終的に男に浮気されて別れました。付き合ったの？でもすごっ。あ、はい。のんけの人を落としたってこと？あ、そうですそうです。いや、すごすぎだろ。のんけを落とす人マジですごい。どうやって指とか舐めたの？目の前で。いや、違う。いや、全然、そん時はなんか、うん、向こうからなんか、うん、なんかの飲み会の時に、うん、こうなんか結構もう時間も遅い、2時ぐらいとか2時会とかですかね、うん、になんか隣にスススって来て、うん、で、なんか、あ、めいちゃんだよねみたいな、あんまり話したことないよねみたいな感じで話しかけられて、うん、私めっちゃ好きだったんで超ドキドキしてて、うん、あ、はいみたいな、うん、あ、どうどうみたいな感じで、うん、なんか、めいちゃんってさ、みたいな、うん、女の子好きでしょって言われて、うん、めっちゃドキッとして私。バレてたの？うん。そうで、なんか、うん、みたいな。うん、いやー、どうすかねみたいな感じで言ったら、っていうか、私のこと好きでしょみたいな感じで言われて。そう。で、なんか、みたいな。あ、いやー、でも好きです。みたいな。いや、ほんと美人ですごい好きです。みたいな感じで言ったら、うん、なんか、そっから、なんか、流れで付き合うことになった。やばーそう。すごいね。ここまでってさ、恋愛経験がさ、はい、もう道すぎてさ、好きな、人を口説くときとかってさ、人なめずりとかブーってやってると、はい、口説くのかなって思ってた。違うんだ。何で学んだ知識ですか、それは。エロ同人誌で大体みんなさ、股とか開いてこうパンツとか出しながらさ、あー、熱くなってきた、みたいなやってやるじゃん。真面目。やだ。そんなこと現実でやってるやついたら、普通にドン引きしますよ。ドン引きする次に初恋はいつって聞いたら、まあ次この質問しかないかなって思うんですけれども、初恋はいつ、はい、あー、なるほど、うん、初夜はいつ、初夜は、うん、いやでもそれこそその先輩が初めてだったかな。その先輩も女の子が初めてだったってこと？そうですね。めっちゃ緊張しないんだって、あれでしょ？ガチの興奮みたいなのやってもらっていいですか？だってさ、その時のめいちゃんの心境としては、はい、エロ同人誌とかで得た知識を人間に実践するってことでしょ？そうですね。緊張しない私の右手を信じたってことでしょ？そうですね。もうやるしかねえと思って。ね、体の細胞を総動員させて、もうなめ、レロレロ、もうムシムシみたいな。すげえ小学生男子おるな。すごい、うまくいった？うまくいったんじゃないですか、わかんないですね。どうあんまり緊張しすぎて覚えてない。覚えてないんだ。ああ、いいな。なんか女の子同士のさ、そういうなんかエッティとかってさ、はい、終わりがないって言うもんね。あ、そう、よく言いますよね。うん。終わんなかった？いや、でもほんとマジで覚えてなくて。うえ。緊張しすぎて、ほんとに。うん、なんかもう頭の中が完全に始まった時のことしか覚えてない。それからなんかもう完全に記憶がフェードアウトしてますね、私。気がついたら朝チュンでした。いや、いいね、うるせえね。そっか、でもそうだよね。受け入れ側としてはさ、こう、享受するからさ、ね、うん、気持ちいいなとか、その、ね、いろいろと思うところあるけども、攻める側としては頭の中真っ白だよね、はい、満足する。いや、もう本当に、もうノリと勢いで全てを乗り切った感がありますね。いや、すごい。そして今のね、めいちゃんが、もうね、手がアシュラみたいなめいちゃんが誕生したと。同時に、6点攻められますみたいなね。うん、めちゃめちゃ手だれじゃないですか。6点攻め。6点攻め。手をね、そう、ウーマナイザーにできるからね。何も隠さないな、この先輩。これが青切高校だ。これが青切高校か。ちょっと思ってたより厳しめだ。厳しかった。厳しい洗礼だ、これは。いや、でもまだね、ちょっと照れがあるのが、うれしくていいですね、ちょっと考えたのがね。